アフトバースは、ロシア連邦最大の自動車メーカー、サマラ州、トリアッチ市に本社を置く。日本語では、アフトワズ、アフトバスとも表記される。現在は、ラーダブランドで製造を及び国内外での販売を行っているが、もともとは海外向けのブランドであり、旧ソビエト連邦内では、バスやジアグリーのブランドが使用されていた。2014年6月に、ルノー、日産が、 経営権を取得しており、ルノー及び日産、ダットサンブランド社の製造も行われる。2017年には、ロシア国内で約31万台を販売、ドイツやハンガリー、中国、ヨルダン、キューバなど約30カ国に2万4000台を輸出した。トリアッチのアフトバース本社ビル GM アフトバース2010年、ラーダカリーナを試乗するウラジーミル・プーチン1966年に、 イタリアのフィアット社との協力で、ボルガ家藩のトリアッジにバースとして建てられた。なお、アフトバースは、ソビエト連邦の崩壊前のバス時代に、ロータリーエンジンを製造して、交通取り締り用のパトカーなど、観光庁向けの市販車両に搭載していたことが、近年になって知られるようになった。1974年から2002年頃まで、ロータリーエンジン搭載車両が販売されていたが、 冷戦時代に NSU やマツダへのライセンス料を支払わずに生産を行っていた関係で現在メーカーも表立ってロータリーエンジンの存在をアピールしておらずロシア語という言語の壁もあり西側英語圏諸国も含めてロシア国外へは未だにその全容が十分に伝わってきていないのが現状である2001年ゼネラルモーターズとアフトバースが41.6%ずつ 欧州復興開発銀行が16.8%を出資して、トりあッチに合弁会社 GM アフトバースを設立した。この合弁会社では2002年からシボレーニーバの製造を行っている。2008年、販売不振などにより、経営危機に陥り、政府から8億6000万 US ドルの支援を受けて、立て直しを目指す。しかし、 森からの世界金融危機により、再度財政難に陥り、再度18億7000万ドルの支援が行われる予定となっている。生産体制を2ラインまで減らして、経営再建を進めている。ルノーは2008年にアフットバース株 25%10 億ドルで取得した。そして、ルノー、日産連合として経営権取得に向け交渉している。トロイカは保有する。 アフトバース株21%をすべて売却したい、意向であり、現在筆頭株主のロシアンテクノロジーズは4%を売却するという。2011年10月27日、アフトバースは、ウドムルト共和国イジェフスクのイズアフトを17億、ルーブルで買収した。同社は2009年9月に破産申請していた。2011年のロシア国内でのラーダの 販売台数は578,400台であった。2012年2月21日、日産自動車はロシア市場向けの新型アルメラをアフトバースのトリアッチ工場で製造することを発表した。2012年4月4日、トリアッチ工場にて、ロシア首相、ウラジーミル・プーチンの立ち会いの下で、ラーダ・ラルグスの生産が開始された。ダチア・ロガン MCV をベースとするラルグスは、 アフトバーストルノー、日産アライアンスとの最初の大型共同開発プロジェクトであり、トリアッチ工場は新世代の車種の生産に代用すべく2011年から2012年にかけて設備の刷新を行った。今後、ラーダ、ルノー、日産ブランド車を年35万台製造する計画である。2012年5月3日、ルノー、 日産はアフトバースの経営権を取得することで基本合意した。ルノー、日産とロシア政府系企業で設立する合弁会社を通じ株式を取得する。ルノー、日産は合弁会社の67.13%を保有し、合弁会社がアフトバース株式の74.5%を取得する。2014年までの取得を目指す。投資額は 約7億5千万ドルになる予定である。これにより、日産の保有比率は約15%になる。2014年6月に取得完了。2016年4月、カルロス・ゴンルノー会長は、セルゲイチェメゾフロステック CEO がアフトバースの会長に就任することを発表した。ありがとうございます。